性同一性障害、それは心の性別と体の性別が食い違っているという障害または病名のことを言います。親にも理解されませんでした。僕たちのママ本当のママ、うちのチームを退会していただきたいんです。え、なんでうちが、うちにあげるわけにはまいりません。お前を中途半端な体に産んでしまった自分を許せないんじゃないかな。ひとちゃんは自分の思い通りにしたじゃない。体も変えて名前も変えて、ただ自分らしく生きること、それだけなのにどうしてこんなに難しいのだろう。自分の苦悩と真正面から向き合う強さがやがて世界を変えていきます。ママは昔パパだった。この間までお父さんだった人が、まあ、女になってママとして生活している。で、子供たちからの目線から見るとどんな思いなんだろうかって、本当にあの撮影最中はすごくそのことを真剣に考えたりしました。もう実際は女性の格好になって、もう全て女として家事もやって、そして仕事もして、働いているお母さんと暮らしている子どもたち、それで法律がですね、皆さん、これで初めて分かったことたくさんあるんですけれども、あの戸籍を変えるということが、お子さんがその結婚していて、以前に結婚してお子さんがいる場合は子供が二十歳になるまで変えられないんです。ですから、あの姿はもう本当に女性で、名前も女性の名前なの。でもいざ病院に行った時に保険証が男って書いてある時に、やっぱり何かしらちょっと異様な雰囲気がそこで起こるわけですね。で、子供たちも、あの、そういったことが、例えば噂流れてちょっと被害を被ったり、全然何の問題もないことなのに、あの、そういったことが、法律がまだ改正されないということで、あの、すごく生きにくい、生きづらい、そういった人生を送られている方たちがたくさんいらっしゃるんです。で、お子さんがいなければスムーズに戸籍が変えられたりとかしている、今は状況なんですね。そういった法律とも戦っている、戦いのドラマでもありますし、あの、かといって、全体がその、あの暗くなくホームドラマとしても、本当にお母さんとして子どもたちと対峙するいろんな問題を抱えている一人の本当に女性として生きている、そういうドラマでもあり、この全6話を通して、あの人間の生きるいろんなあの問題とか生き様とかが本当に凝縮されているドラマだなというふうに思っています。たくさんの方に見ていただいて、たくさんご理解をいただきたいし、なんか皆さんに分かっていただけたら、あのまだまだこういったことで悩んでいる方たちにもっと支援していただけるんじゃないかなというふうにも思っています。最初は私でいいのかなって尻込んだドラマですけど、私にやらせていただいて本当に良かったなと心から思っています。たくさんのご支援をよろしくお願いいたします。